はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時20分ですね。あと40分で東京は閉まります。日経新聞はですね、マイナス 4.93、まあ、動きなしですね。香港はプラスに転じました、 9.9。 ドル円 150.41、 動きない。今日は動きないですね。ビットコインだけ高いって感じですね。841万円。これね、ほとんど中国人が買ってるんですよ、ビットコインって。大丈夫かなと思うんですよ。いや、中国のね、富裕層がですね、もう逃げ出そうとしてるわけですね。で、外貨、自分の持ってる人民元の資産をですね、外貨に変えてですね、もう逃げたいんですけども、外貨に変えるにはちょっとハードルが高いんですけども、中国国内本来禁止されているのビットコインを買うのはですね、そう難しくないらしいんですね。だからビットコインをガンガン買ってるんですよ、多分ね。で、それがこの高騰を呼んでるんですよ。大丈夫かな。ビットコインなんて何の根拠もないお金なんですよ。ドルや円はね、それぞれ日本政府やアメリカ政府というバックがあるわけでして、まあこれも心もとないんですけども、でもまあなんとか政府はついてるんですけど、ビットコインの後ろには何もないんですよ。それが841万って大丈夫かいなと思いますけどね。ドルウォン、1331と、まあうにゃうにゃとしています。で、さて、ですね、本題はこの中国ですね、ビットコインをたくさん買っている富裕層がいる中国がですね、ここ10年、20年でしょうかね、アフリカに手を出してるんですね。で、一帯一路とか言うてですね、この、まあ、各国のインフラを作るんですけども、インフラって、まあ、鉄道であったり、道路であったりですね、まあ、そういう事業なんですけども、アフリカってもともとね、その100年前はほとんどがヨーロッパの植民地であったわけですね。で、1960年前後に独立をしてですね、早ですね60年経ってるんですね。60数年が経っているんですけども、その間抜け出してですね、先進国の仲間入りをした、あるいは OECD 加盟国の仲間入りをした国ってほとんどないんですよ。まあ、唯一南アフリカがですね、ブリックスの一員であるんですけど、南アフリカってね、いわゆる黒人の国なんですけども、ベースは白人の国なんですよね。で、白人がベースを作ったんですよ。元はオランダ人でですね、ここ100年ぐらいはですね、イギリス人ですね。で、その上にですね、今黒人が多数派なんで、民主制になってですね、黒人の大統領がいるんですけども、いまいちさえないんですよね。いまいちさえない。でもそれがベースは白人なんですけども、1960年以降ですね、続々と独立したんですけども、こう貧困から抜け出した、発展途上から抜け出して、せめてですね、国民一人当たりのですね、GDP が1万ドルになった国もないんです。南アフリカでもないんちゃいますかね。で、なぜかってよう分かりませんけども、発展できない何かがあるんですよ。つまり今のですね、基準でですね、こう、経済が発達してない何かの要素があるんでしょうね、きっと。で、ヨーロッパ、旧宗主国はですね、一通りやってきたんですけども、まあ、うまくいかないわけです。で、そこに中国が乗り出していったわけですけども、中国のやり方って、もう、ど下手なんですよね。で、うまくいくわけないんで、全部うまくいってません。その、うまくいっていないことの一つを伝える記事がですね、この大紀元に載っておりましてですね、これはですね、2月26日、昨日出た記事ですけども、中共の対アフリカ支援事業、悲惨な実施率と稼働率というタイトルでございました。これをちょっと読んでいきますとですね、中国共産党以下中共は2015年12月、アフリカ支援事業として、まあ、約ですね、8年前ですか、アフリカ支援事業として同国の1万の村、同国ってどうやろう、国の名前が間、ウガンダか、
ウガンダですね、ね、として同国にの1万の村、ウガンダに1万の村あるの衛星、テレビ放送を提供すると表明した。しかしアフリカの専門家らがナイジェリアで現地調査をした。あ、じゃあウガンダでもないのか。アフリカ全体で1万、ね、あ、それはあるでしょう。したところ、アフリカ支援事業の下で設立された多数の衛星テレビ放送は現在使用されていないことが分かった。これ衛星テレビを放送実施するのかテレビを設置するのかよう分かりませんけどね。米政府系メディアボイスオブアメリカ VOA の記事によると、2015年12月に開催された中国アフリカ協力フォーラム FOCAC のヨハネスブルグサミットで、中国当局はアフリカ諸国の1万の村に衛星テレビ放送を提供するマンツー村、マンソン2です、1万2万の万ですね。で村ビレッジで、2は通行の2ですね、通じるです。プロジェクトを実施すると表明した。中国の大手メディア企業四達時代、スタータイムズですね、集団が単独で事業を請け負っていると、WeChat 上で2021年中共外交部は2017年から四達時代集団は多数のアフリカ諸国でマンソン2プロジェクト着手し始め、現在ルワンダやコンゴ、ウガンダ、中央アフリカ、ブルンジかケニア、マダガスカル、マラウイ、ガーナ、ギニア、ピザウ、コンゴ、民主共和国、ザンビア、その他の国で受け入れられていると述べた。昨年2月、新華社通信も2022年12月時点で、マンソン2プロジェクトはアフリカの21カ国で建設を成功裏に完了し、アフリカの9512の村をカバーし、19万世帯以上1000万人に恩恵を与えたと報じた。よう分かりませんけどね、衛星放送の放送を実施するのか受動設備を完備するのかよう分かりませんけど、これがですね全然うまくいっていないと、昨年12月梅ジュエ氏はナイジェリアの人口1万人近い3つの村を訪れた。人口1万人で村なんですかまあいいけど、私はこの3つの村を選んだのはマンソン2プロジェクトを実施している数少ない場所だったからだと、と梅樹氏はボイスオブアメリカに対して語った。四達時代はナイジェリアでの支援事業は1000の村をカバーしていると主張しているが、この主張を立証する証拠は見つからない。まあつまりですね、衛星放送を実施するとかを普及させるとか言うといてですね、全然実施していないということですね。いや、なんかようわからんことですけども、梅樹氏によればアフリカにおけるこれらの投資プロジェクトは依然として中国当局のプロパガンダが目的であり、他の中国のアフリカ支援事業も同様だと指摘しているということで、この記事は終わっています。まあ一つ言えることはですね、何をしに中国に行ってるのかようわからんということですね。中国がアフリカに行ってるのかですね、ようわからんということです。国連でのですね、国連総会は一国一票なんですね。だから人口は数十万の国でもですね、億を超える国でも一票なんですね。その票を取りに行ってるというのは、まあ一つあると思います。中国について何かですね、こう よからぬ決議、彼らが嬉しがらない決議が出たときに反対票を投じてくれる国の数を増やすというのは一つなんでしょうけども、冒頭申し上げました通り、アフリカというのはもともとヨーロッパの植民地だったわけです。で、おいしいところはみんなヨーロッパの企業は今でも持ってるんですね。資源、主に資源ですけども。で、それを今更取りに行くっていうのはものすごく難しいんです。だから日本もほとんど行ってないんですね。で、インフラ整備っていうのもですね、ヨーロッパ人が見てこれが必要だと思うものは大体手をつけてるわけですよ。で、手をつけていないのはですね、よほどその事業は困難な、政情不安な
国場所なわけでしてですね、何かの支援が出るようなところは大体もうヨーロッパ人がですね、先にこうやってるわけですよ。もう唾もつけてるしですね、事業もこうできてるわけですね。後から行った中国がですね、何かできるということはないわけ、ほぼないと思います。ヨーロッパ人が発見できなかった何か美味しいものを見つければ別ですけど、あの中国人たちがそれを、そういう、こう、能力に長けてるとは思えないわけです。だからですね、何やってんやろうと思っていたんですけども、まあ大体失敗しますね。あらゆる事業全部失敗します。つまりこれが成功したというのを示せない状態なんですよ。多分何百ものプロジェクトをですね、アフリカで仕掛けたと思うんですけども、これは大成功みたいな一つもないんです。いや、だからまあ、アホちゃうかと思うんですけど、まあ、なんと言いましょうかね、こう、無邪気にですね、こう、アフリカに行けばなんか美味しい思いができると思いながら行ったんでしょうね。でも、ことごとく失敗してまして、この衛星放送がうにゃうにゃっていうのもですね、何のためにアフリカの村に衛星放送をですね作るのかよう分かりませんけども失敗したと、まあそういう話でございましょう。この大起源のアドレスをですね一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。